どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、皆さんデビルガンダムゲットしましたか？はい、もうこのキャラですね、バインドスキブさんの36ターン変身で変身できるキャラクターです。変身後はバインド回復能力を6個、10強積む股間プラスインの加護持ってくれていて、まあ、火力がね625倍に 12.25 倍にインの加護で、まあ、4万倍ぐらいの火力が出せますと。でそれに加えてスキルも6ターンで2ターンの間回復力が3倍、自分の上限値が100億解放に消せない場合に覚醒無効全開から6ターンで使えます。デビルガンダムってこれ上限100億が2ターンに実は強化されまして、そうもともとね1ターン上限100億回復3倍だったんですけど、2ターン回復3倍の上限100億になりました。なんで火力も出せるようになって、消せない場合の覚醒無効全回復も6ターンで使えますので、今日はデビルガンダムを使って極悪を破壊していこうと思います。編成です。リーダー豪天です。マシンキラー2つ、神回復キラーにこちらファンネル継承ですね。はい、でデビルガンダムです。消せない回復潜在にワルリン武器継承ですね。はい、ウィスキールです。バインの上限解放マシンキラーにこちらパイモン武器継承で、からのこちら、ゼノシルバースキブ上限マシンキラーにこちら、グラントリノのマント継承です。はい、でブルカアシスト無効回復にリズレット武器継承で、ラストフレンド豪天毒目覚めマシンキラーに豪天武器継承です。今日はこの豪天編成にデビルガンダムを入れて、デビルガンダムのねダブル吸収無効かつ超火力で遊んでいければなと思います。ということで実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。デク使います。はい、テック使ってあげて、ブルッカ打ってあげて、パイモン使いましょう。で1コンボ2回組んでいきます。はい、ダメージ無効で1コンボ2回耐久です。はい、でゼノシルバー打ってあげて5点使います。デビルガンダム使ってあげて5点使います。ずらします。はい、でこれでワンパンしていきましょう。でもうそもそもデビルガンダムは回復力バカ盛りしてくれるので、まあ、この編成においてもこんな感じで回復力、まあ、ごめん、回復恩返し組めてなかったわ。回復恩返し組んであげるとちゃんと回復力持ってくれます。はい、この編成の回復力はマジでデビルガンダムのりやね、のみやね。はい、で2階層です。まあ、ウィスキールは一応次の階層で使いたいので、まあ豪邸打ってからゼノシルバー使ってあげて倒していきましょう。はい、これでワンパンしていきます。11コンボ12コンボでしっかり豪邸の火力でワンパンしていきましょう。突破です。さあ続きまして3階層です。まあガンダム強いとか言われてますけどね、豪邸もやっぱ未だにめっちゃ強いですからね。3階層はウィスキール使います。はい、で豪邸使いましょう。これで闇の豪さん組んでワンパンして倒していきます。ワンパンじゃない、ごめん、3パンだったわ。3パンして倒していきます。はい、で闇の豪さん組んであげてこのまま倒していきます。13コンボです。さあ豪天の火力で3パンして突破していきましょう。だからデビルガンダムはとにかく回復力要因やね、もう道中は回復力要因でしっかり活躍してくれます。はい、で4階層です。ここはまず1コンボ2回組みます。1コンボ組んでから1コンボ組みましょう。そしたら豪天使ってあげて超根性まで削っていきます。はい、これで回復恩返し含みながら闇3セット組んでいきます。もうこの回復力はデビルガンダムのおかげなんで、そう、このデビルガンダムがいないと回復力ほぼゼロに等しいんですけど、まあ、デビルガンダムのおかげでちゃんと回復していけると。ちゃんと回復してるから微妙なラインやけど、まあ普通に回復力は持ってくれてます。でここはパズル教室していきましょう。はい、これで適当にパズル教室クリアしていきます。いきましょう。今日ランナーしてたから俺パズルうまいよ。フラグやん。 OKこれで10コンボ組んであげてパズル教室クリアして倒していきます。はい、突破です。さあ続きまして5階層です。まあ回復力が本当にデビルガンダムの分しか回復力ないんで、この編成はなので5階層はウィスキールを使って回復力持っていきましょう。ウィスキールで回復力持って倒していきます。はい、 L 字組みながら倒していきます。はい、いきます。よいしょ、よいしょ、うい、うい、
これで闇の L と闇の三下士含みながら海峡下士も組んであげてしっかりと殴っていきます。ワンパンできれば天国。え、なんか多分ねワンパンできないんだよ確か。火か火の火力か落としであれを組むかのどっちかだったはず。をしないとダメ。火を組むか落としで闇の三下士を組むかをしないとワンパンはできないんだけど、まあでも2パンで十分なんでこのまま倒していきましょう。突破です。はい、で6階層です。ここはケスナイ回復しつつワンパンしていきます。はい、行くぜ。豪天使います。ケスナイ回復組みます。ういうい、こういうこと。これでキスナイ回復含みながら13コンボです。であとは回復も含みながら倒していきましょう。ワンパンです。このためにデビルガンダムは、キスナイドロップ回復がついております。キスナイ潜在がついてるという感じです。アンドラ来たらデビルガンダムの出番あったんだけど、まだデビルガンダムの出番はちょっと先に残しておきましょう。まあ、どっちみちボス階層で活躍するんでこいつはもう大丈夫、安心してて。もうこいつの活躍は必然だから、活躍する未来しか残ってない。そう、はい、まずは殴り。そしたらフレンドゴーテン使って倒していきましょう。闇の33だけ含んであげて突破していきます。もうこの HP なんでしっかり倒していきましょう。突破です。さあ続きまして8階層です。8階層は覚醒無効3ターン食らうんですけど、リーダーのキュベレーを使うことで1コンボ3回組めます。はい、えいえい、1コンボ3回組んであげてからウィスキール使ってあげて、あやべ、ごめん、ウィスキール次の階層で一応使いたいんだよな。まあでもいい、全然ごめん、いいわ、どっちでもいいわ。はい、これで殴っていきましょう。全然ここで使って大丈夫です。てかここで使ってあげてください。よいしょ、どうせ溜まるんで。そうで、あとは回復音消し含みながら HP 全回復してあげて突破していきましょう。ワンパン。さあ続きまして9階層です。9階層は、お、来ましたね。水おじさん。水おじさんはまず一発殴りましょう。半分まで。水おじ。無効貫通組みながら殴っていきます。いきます。ほら。もう闇の無効貫を必死に組みましょう。ほら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 。これで。闇の無効貫通含みながら14コンボ組んであげて、まずは一旦殴ります。でそしたら1コンボ2回組みましょう。1コンボ2回組んであげて盤面整理していきます。はい、盤面わからん女。そしたらここでウィスキール使います。ウィスキールからのゼノシルバー打ってあげて殴って突破していきます。はい、OK。 これで無効貫通含みながらちゃんと回復音消しも組んであげて12コンボで突破していきましょう。はい、無効貫通で、おいふざけんな、強点打ち合わせれとるやんけ。強点打ち合わせれは犯罪ですか。はい、犯罪です。強点打ち合わせれるとこの遠征の意味がないからな、マジで。 OK、 担当12コンボ強点使って倒していきましょう。はい、本来はゼノシルバー使って楽に倒しきれますし、まあまあ別にいいわ、これで倒していきましょう。まあどっちみちデビルガンダム強いから倒せるしな。はい、10階層です。10階層は全力ワンパンしていきましょう。闇3セット含めるとなおいいって感じですね。はい、ゼノシルバー使ってワンパンしていきます。果たしてこれ風神が全力ワンパンできるのかちょっと分かんないですけど、やってみましょう。1回はい、これで闇の無効貫通含みながらの13、14コンボ。さあどうなんこれ。
強すぎ。あ、ゴミ。そしたらここも倒していきましょう。エキドナーフマ普通にワンパンしてあげて、ここも殴っていきます。はい、闇で平積みしながら倒していきます。はい、で13階層です。レイヴェンはゼノシルバー2段階目使ってあげて超根性まで削っていきます。まあこれで5点使って殴っていきます。はい、無効感は必須なんですけど、この辺指ちょい短い代わりにゼノシルバー入ってるんで、まあ、ゼノシルバー利用してこんな感じで殴っていきます。エダフレの 60% 軽減ずつあるので、半分時攻撃もこのまま普通に受けれますということで、無効感つでまずは半分まで削っていきましょう。このね、デビルガンダムインのカゴ持ってるんでね、この遠征ともめちゃめちゃ相性いいですね。でブルッカ使って無効感組みながら倒していきます。はい、まあ、ここはパズル組めればって感じかな。盤面にも左右されるので基本と思ったけど、これはさすがに余裕で組めるので、このまま無効感通含みながら倒していきます。これでしっかり回復も含みつつ17コンボ組んであげて、さあこれで突破していきましょう。2パンです。でまあ続きまして14階層です。14階層は超根性を含んで殴、超根性まで殴っていきます。リスキル使おう、とりあえずで5点使います。はい、まあ、無効感含みながらまず一発殴りましょう。はい、もうこれでとりあえず闇の無効貫通含みつつ14コンボまで殴っていきます。はい、でここのまま平積みで殴っていきましょう。アシスト無効回復しながら殴っていきます。よいしょ、ちゃんとねこれルーレット利用してあげて殴らないとやばいんで、ルーレ利用しながら殴っていきましょう。はい、これで L 含みながら闇も含みながらまず一発削っていきます。削れ方はこんな感じ、さすがに強い。オッケー、そしたら5点使ってあげて倒しきれるでしょう。いきます。ちょっと怖いな、リスキール使って倒そう、不安だし。倒せなかったら嫌じゃない。だってでこれはブルッカとかゼノシルバ使っていいんで、これで倒します。いきましょう。でここの突破時もちょっと不安要素があるじゃん、こうやって。ただこれも結局ゼノシルバもしくはブルッカが使えるので、確実に破壊していけるって感じになります。13コンボで倒していきましょう。突破です。さあ続きましてボス2です。ボス2はシールの3枚削っていきます。はい、オッケー。そしたら5点使いましょう。デビルガンダムの出番もうすぐだから安心してね。ここまで回復力要因でしかデビルガンダム使ってないんだけど、敵のキャラのせいで、まあ、この後大活躍するんで。はい、まずこれで一発殴り、やっぱね、インの加護が乗ってるからね、デビルガンダムって本当に強いんですよね。インの加護やっぱでかすぎまして、強すぎなんだよな普通に。でここは普通にシールド割っていくんですけど、消せない回復しながら殴っていきます。これも消せない回復なんですよ、めっちゃ良くない？これで消せない回復潜在含んであげて殴っていきます。そうすると消せない回復で削っていけるというわけなんですね。はい、 OK。そしたらここも5点使ってあげてまた殴っていきます。はい、指撃弦は効きません。5点打ってあげて、はっ、うあうああ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 
マジ怪奇剣化身ミスった終わりだから本当に注意ね。よし完璧狙いました。そしたら次に豪天使って闇2セットのみで削っていきます。はい、闇2セットのみね。分かった、こういうこと。はい、これでこれで闇2セットのみでまずは削ります。はい、闇2セットのみで削ってあげて 40% ぐらい削りましょう。完璧、もうこれ100点。でこれで削ってあげてからドンドンドンしっかり受けます。そしたらここでまずウィスキール使います。はい、ウィスキールからのゼノシルバからの、あ、ブルッカ先使えばよかった。ブルッカ打ちます。でからの豪天使ってあげて、そしてデビルガンダム最終形態発動。これで2ターン回帰力が3倍と自分の上限値を100億にできます。これが100億解放の力だということで、デビルガンダムでねぶん殴っていきましょう。いきます。よしよし、もう闇コンボ強化圧倒的平積み、弱いわけがない。いきましょう、闇の無効貫通含みながらの闇の5セット組んでいきます。さあこれでデビルガンダムの火力に注目。200億単体火力ツーパンぶっ壊れちと最強ということで、今回ですねデビルガンダムで豪天を使って極悪遊ぶ動画でした。デビルガンダムね、回帰力枠としてはもちろんのこと、火力を出せるようになってかなり面白いので、ぜひ皆さん使ってみてください。まあ、無課金キャラではないですねこの性能は、マジ強いんで絶対ゲットしてください。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。